ドライブスルーの入り口はここですか？ここですねー。あ、こんにちは。スマートフォンでオンラインの注文をしたもんです。え？私が突っ込んだせいで潰れたって？嫌だな。やってきたのに忘れたっていう小学生の宿題みたいに言われてもな。お前を援軍として料理してやろうか。賠償金回収が目的なら臓器売った方がいいよ。怖い人たちが取り立てに来ることもあるので、ゲートのある家に引っ越しました。夜の11時くらいに二人組の男が水道の点検に来るらしいです。思いっきり犯罪起こりまくりじゃねえか。あとさ、風呂の屋根の通気口から人の気配を感じるんだよね。お化けかな？過去に自殺でもあったんかな？ダクトが通じてるから隣人が上から来て覗いてたりして。スレッと怖いこと言うなよ。スレッととかみたいに。これさ、この流れだと犯罪者に見えるんだけどさ、ガレージオープナーが接触不良になっただけなんだよね。校外実習で切符代持ってなくて突破を図る中学生みたいなことすんなし。